玉川習字教室の玉川雄豪です。今日はですね、日本習字生徒部中学1年生のですね、9月検定課題を書きながら説明をいたします。今回の課題はこちらですね。将来の夢、はい、ひらがな混じりの行書課題となります。はい、今回は行書課題ですので、点画の間はですね、気持ちのつながりを意識して書いていきます。穂先をね、意識して次の画へと向かっていくですね、そんなつながりを大切に書きます。そしてまたですね、この来のですね、最終画の右払いをですね、次第に太く書いて最後は止めて書くという書き方となります。またですね、ここのね、連続する書き方ですね、ここは筆の動きをですね、注意して、後ほどですね、私が書いてみせますので、この筆の動きをよく見て書いてください。また、夢ですね、草冠。はい、形が変わり、筆順が変わります。1、2、3。はい、この筆順で書いていく。という、そんなですね、書き方です。また、画数がね、多い文字ですので、穂先をね、活かして、お先をね、注意してですね、書くようにしてください。はい。赤手本課ではですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでから書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい。まず、将来の章ですね。一画目、縦画です。はい、そして二画目に跳ねていって、はい、1、2、3、そして払い上げて、4画目。で、5画目です。はい、気持ちをつなげていきますね。いきます。右上がり、はい、そしてここですね、下に内側にね、寄せるようにして、そして跳ねて10画目、2、そして3と、はい、このようにして書いていきます。はい、次は来るですね。画面右上がり、はい、そしてこう、はい、つなげていきます。はい、縦画、そしてここから次の画に、はい、左まで、ここちょっと細めで同じ太さで一節を保って、そして跳ねてからここですね、はい、穂先を上に向けるようにして次第に太くしていきます。ちょっと横方向に向かっていくような、そんな書き方で最後止めて跳ねるような、そんな書き方となります。はい、のですね、斜めに止めて軽く跳ねます。そこでちょっと押す、ちょっとね、軽く押さえるようにして、はい、丸を描くようにして、ここで少し軽くすると筆の先が元に戻ってですね、次第にここで太くしていきます。はい、そして夢です。はい、筆順が変わります。1、2、3、右上がり、払っていきます。で、4画目短く、画の中を通って、5画目斜め押さえて、払って、はい、小さく1、2、3、そして払って、そして9画目です。画の中を通って10画目、右上がり、
押さえて内側に入れていきます。そして十二画目に行きますね。ここで横方向、はい、そして連続していきます。次は縦方向で入っていきます。最後十三画目、二三と、はい、このようにして書いてください。行書体ですので気持ちをつなげてですね、書くようにしてください。今日は以上です。